When I see you leave, I get nervous. I don't help you this time. Where are you going? I don't help you. What about that? Okay. Order for Kobe. Sorry, Kobe. Period of time. Samurai Mac, お願いします。照り焼きのタレを作っていきます。ですけど、このお酒入ると入んないとで味が全く違うので、すごい料理に使うお酒ってとっても大事だなって思います。照り焼きバーガーに近づけたければ入れてみてくださいね。あとはこれを煮詰めていきます。焼けてきましたね。豚肉なのでしっかり焼いてください。はい、では材料が揃ったので、これからトッピングしていきたいと思います。今日はバンズではなくて、このイングリッシュマフィンの方でやっていこうと思います。もちろんバンズでもいいです。イングリッシュマフィンタイプもとっても美味しいので、私は今回イングリッシュマフィンでやっていきます。ここにレタスを敷いておきます。バーガーをドボン。で、タレを絡めます。
照り焼きバーガーにしたの。おいしい。今日ピザからハンバーガー。照り焼きバーガーどうだったでしょうか。次はですね、最近家族に好評だったキッシュをご紹介します。ポイントはパイ生地を使わないことです。ではご覧ください。